マルセル・プショーは、フランスの連続殺人者、マルセル・プティオとも表記する。フルネームは、マルセル・アンドレアンリ・フェリクス・プショー。1897年1月17日に、ブルゴーニュ地方のオセールに生まれる。幼い頃に、相次いで両親を亡くし、親類をたらい回しにされて育ったが、この頃から、頭の良さと、サディスティックな成功を示すようになり、 動物虐待などを繰り返したという。バカロレア取得後の1914年に第一次、世界大戦が勃発したことにより、陸軍に徴兵される。負傷したのをきっかけに、精神障害の兆候を見せるようになり、それが原因で除隊となったが、その後症状が落ち着いたのか、パリ大学医学部に入学。無事に卒業して、医師免許を取得した。 医師となったプショーは、故郷近くのビルヌーブ・シュル・ヨンヌで、開業医を始める。1926年、フランス社会党の公認候補として、ビルヌーブの町長に当選するが、直後に愛人の霊セットトラボーが失踪したため、彼の犯行が疑われた。町長就任後も、患者の不審な突然死が、相次いだことから、殺人の嫌疑をかけられたり、 それ以外にも医療用の麻薬の密売や違法な中絶手術を受け負ったりしているなどの黒い噂が絶えず一度は患者にヘロインを違法に処方した容疑で逮捕されている。不詳は逮捕されたり権威をかけられたりするたびに陸軍時代の診断書を示して精神障害を理由に無実を訴えた。1930年に抗菌応料が発覚し町長を失職すると 田舎町に見切りをつけて、パリに引っ越し委員を開業する。第二次世界大戦で、ナチスドイツによって、フランスが占領下に置かれると、プショーは、迫害を恐れた、ユダヤ人富裕層に対し2万5000フランの報酬で、国外脱出を手配すると宣伝。彼らを、ルシウル街21番地にある、自宅県委員に招いて監禁した上で、毒ガスで殺害。 死体を焼却して、衣服や貴重品を奪う犯行を繰り返した。被害者の中には裕福な、ユダヤ人だけでなく、対毒活動に従事していた、知識人やパリの暗黒街で暗躍していた、ギャングなどの犯罪者も、多数含まれていた。負傷によって、国外脱出に成功した人の数が増えるに従い、占領下のパリで、チアミジに当たっていた、ケシュタポの注目を引く。 プショーの担当となった、ケシュタポのラツワン捜査官、ロベルトヨドクム新衛隊少佐は、スパイとして使っていた、ユダヤ人をプショーの元へ送り込み内定を行うが、勘づかれたプショーにより、スパイを早々に始末されただけでなく、その後は、一切の尻尾をつかませない狡猾ぶりを見せつけられる、結果となった。その後もプショーは、ケシュタポを出し抜きつつ、反抗を重ねた。 プッショ本人の自白によると、63人を殺害したという。1944年3月11日、プッショの屋敷の煙突から悪臭混じりの黒煙が立ち上っている、との近隣住民からの通報より警察が訪れたところ、地下室で火災が発生しており、直ちに消防隊による消火作業が行われた。火元を見分した。 消防隊員は青ざめた様子で、警官たちに、ここから先は、君たちの仕事だと告げた。警官たちが地下室を改めたところ、大量の焼けただれたバラバラ死体が発見されたのだった。そこへ、用事から帰ってきたプショは、警官に事情を聞かれ、レジスタンスが処刑した、退毒協力者の死体焼却の手助けと弁明して、警官がこれに納得し、後日警察で、 改めて事情を説明すると言い残してそのまま失踪してしまった。警察は自宅の捜索を進め、そこが巧妙に設計された殺人工場であることが明らかとなった。診療室の奥に三角形の小部屋があり、入って右側の壁に扉と呼び鈴があったがダミーでどこにも通じていなかった。また、この小部屋の壁は防音壁となっており、外部へは 一切音が漏れないようになっていた。そして、診察室側の壁には、鎖と首輪がぶら下がっており、反対側の壁には、覗き穴が作られていた。不傷はこの小部屋に、被害者を誘導すると密閉した上で、毒ガスを注入、被害者が苦悶の末に絶命する様を観察していたのである。さらに中庭には1メートルもの厚さの石灰の山があり、そこから、 人体の一部が大量に発見された。結局、警察の徹底した捜索により、多数のバラバラ死体の他に、犠牲者のスーツケースや私物などを発見。館での連続殺人の惨状を確認し、不詳を指名手配するが、すでに姿をくらました後で、後の祭りだった。対戦末期の混乱期ということもあり、不詳の足取りは、全くつかめなくなっていた。 しかしパリ解放後、ある新聞に、マルセル・プショーは、ナツスの手先であるという記事が載ると、これに強く反論する手紙が投稿された。筆跡を鑑定すると、フランス国内軍のアンリ・バレリー隊であることが判明。アンリ・バレリー隊は1944年10月31日に、逮捕され、プショー本人であることが確認された。プショーは、 殺害行為については認めたものの、殺されたとされる者は、ナツスの手先であるとして、正当化した。裁判の早期化のため、29人の殺害行為について、刑事裁判が行われた。1946年4月4日に、パレド・ジュスティスで、公判が開始されるが、公判中のプショーは雄弁に犯行を語ったり、居眠りをすることもあった。 1946年5月18日に死刑判決が下る。一週間後の5月25日、サンテ刑務所で処刑された。ありがとうございます。